どうも皆さんこんばんは、ガッカイです。今日はですね、ドジョウを30匹飼ってみました。これをね、アロワナのいる水槽に入れていきたいと思います。これ実はですね、ずいぶん前に撮った動画なんですけど、撮影したことすっかり忘れていましたので、これから入れていくところを、お送りしたいと思います。先日のね、小池の動画でもお伝えしましたように、なかなかね、魚系の池食うんですけど、しっかり食べてくれないというかね、興味は示すけど、なんかこううまく食べれないみたいなところがあるんですね。まあ土壌もどうなのかっていうところは、見ていただければわかるんですけど、このね、オトティマと命名しましたが、弟アルティマ、こちらの方はなかなか食べてくれないですね。続いて左側のね、大きい、スペースの方、アニティマと名付けました。お兄さんのアルティマ、まあ兄弟じゃないですけどね。こっちもね、今降りてったの見て、目の近く入ってるよねっていう感じなんですけどね、なかなか追いかけてくれない。で、やっぱね、ちょっと位置がずれただけでもね、見えてないというか、今のなんか、ね、後ろなんですけどね、なんかこう音とか多分そういうのがあるんでしょうね。自分のその、把握してるエリアに入ってくれば、まあちゃんと追いかけて食べてくれるのかなっていうところですよね。続きましてはね、今度はエンドリケリーさんに、食べていただきたいと思うんですが、まあ、ナチュラルに捕まえるけど逃げられてしまう、ちょっとね間の抜けたところがありますね。まあエンドリケリーもね、この後実はまだ横にもう一匹いるということで、多分余裕を持っていたんでしょう。今度はしっかりと行ってもらいたいと思います。この土壌はやっぱりね、まあ、比較的この池、まあ、魚系の池の中でも栄養カルシウムが確か、豊富なのかな。で、まあ、金魚とかに比べたらね、まあ、だいぶいいんじゃないかなと思います。金魚なんかっていうのはあのビタミン B を破壊する酵素を確か持ってたはずなんでね、まあ、なるべく、まあ、私も金魚以外のものを与えたりでね、このセパレーター下に穴開いてるんですけど、ここをちょっと移動するんですよね。まあ、頑張って移動できるやつもいれば、中には残念ながら壁土壌とでも申しましょうか、もはや餌となる身を逃れられない、そんなね、子もいました。鯉もね、結構向かっていくんですよね。まあ、雑食なんでね、鯉は本当に何でも食べますね。鯉子も向かっていったし、金魚も食べる、コオロギも食べる、ワームも食べる、人工飼料も食べる、ね、何でも食べる、もう本当食欲の塊みたいな魚ですね。さあ、まあ、今回はね、こんな感じで、土壌を与えてみました。よかったらね、次回もまたご視聴ください。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。